のがこれが木に咲く木に咲く花で草冠の華道の花わかりますか？あれが無に咲く花ですね。それが華道の花で、山吹を代表とするような綺麗に咲くんですけれども実を残さない花のことを英雄の英と書いて、花と呼んでるんですね。で、まあそういう、すいません、先にオチを言っちゃったのでこの先を言うのがきつくなってきてしまったのですが、その花のように、なんて言うんでしょう、戦場で身を残さず一斉によく散っていく、そういう生き様をする男のことを英雄というわけですね。はい、すいません、オチを最初に言ってしまったのでで、はい、まあ、そういう英雄物語のような曲を書いてみたいなと思って今回作曲したいのです。よろしくお願いします。聞かざるを得ない。はい、よろしくお願いします。Thank you.
素晴らしいです。